アジアから見た日本ってブラジルみたいな扱いなの？今の日本代表派そうでしょうね。スペイン、ドイツ、トルコに勝ってるわ。FIFA ランク18位だわ。まあそうだろうな。今の代表派割と普通に強豪に勝つしな。カタールワールドカップ後、新スタッフが入るまで破格下にも頻繁に負けてたのに。優秀コーチななみ。ななみは有能コーチにカウントしてないから、わら。セビージャがヨーロッパリーグ優勝した時の分析官が入ったんだよ。今戦術に関しては実質分析官が担ってて、森保派モチベーターになってる。その人日本人なの？日本人だよ。ワールドカップから日本代表にアドバイスしてた。ワールドカップ後に正式に加入した。だから日本強くなったんだよ。へぇ、そういう人をもっとメディアで紹介してあげてほしい。確かにやりたいことが明確にわかるようになったもんなー。